のこのシリーズ、特に今日のタイトルマッチ、予定されましたタイトルマッチの立ち会いとして NWA から遠藤さんのお話のように派遣されておりましたんですが、結局、元さんの手に、チャンピオンベルトがありますね。そうですね、なんかちょっとあの元さんの一味があれですからね、はい、ちょっとわからないですけれどもね、はい、なんかチャンピオンベルトを持ってる放送席からは見えます、はい、見えましたね、皆さんにも見ていただきました、はい、これが元さんから日本コミッショナーに、チャンピオン猪木に代わってタイトルを返上するということなんですか。やはりですね、はい、これ NWA が公認してるですね、はい、はい、あのチャンピオンベルトですからね、はい、で一応ですね、やはり試合の規定に従ってですね、はい、あの試合が出場できないということはですね、はい、まあ、あの立ち会いに来ているミスター元がですね、はい、責任の上においてですね、要するに日本コミッショナーにその返上と、ですから、もちろんですね、ユナイテッドナショナルチャンピオンというのは猪木選手じゃないと、はい、いうことになるわけですね。今まだはそのベルトが返されていないですけれども、これがコミッショナーに返された時点ではそうなると私はそう思いますね。誠に残念ですが、ミスター元さんの手からこのチャンピオンベルトが離れた時に、これまでチャンピオンでありましたアントニオ猪木がチャンピオンでなくなるわけでありまして、先ほどもご紹介しましたが11月の29日に、コミッショナー立ち会いのもとに調印式が行われたのでありますが、その時にはご覧のチャンピオンベルトと、それから現在 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのドリーファンクジュニア両ベルトをかけまして対戦することが決まっていたわけなんですが、その時に調印式に行いました、この調印式で行いましたものが残念ながら実行できないということで、チャンピオンのアントニオ猪木としてもですね、ここに診断書も来ておるんですが、病気にはやはり勝てないと。本当にね、こうなんか私なんかね、はい、全くどうもしようないねという感じがしますね、はい、なんか惜しいね、惜しいと言ってもこれはですね、はい、勝負の世界は厳しいんだということの一言のほかじゃないと私は思いますね。誠に残念でありました。チャンピオンのユナイテッドナショナルチャンピオンのアントニオ猪木の腰からこのチャンピオンベルトが今間もなく離れるわけであります。NWA 世界ヘビー級チャンピオンのドリーファンクジュニアが今ゆっくりとロープをくぐって入ります。結局このダブルタイトルマッチに変わりまして、坂口誠司、日本の若獅子誠司が、宿願の NWA タイトルへの挑戦が決まります。これから NWA 世界ヘビー級タイトルマッチが行われるわけであります。お気のようなことでございました。惜しいですね、本当に全く惜しい、本当にその一語につきます。この大阪府立体育館に詰めかけました1万余のいっぱいのお客さんもこの試合を大いに楽しみにしておりましたが、チャンピオンのアントニオ猪木、このリングに上がることができません。代わって坂口誠司、リングに上がります。坂口誠司は日本で NWA 世界ヘビー級タイトルに挑戦いたしますのはこれがもちろん初めて、アメリカのテキサスでは4回挑戦しておりましたが成功をならずダッシュなりませんで、1敗2引き分け1無効試合、これが5回目のタイトル挑戦であります。タイトルマッチの宣言が行われますリング上です。宣言、この試合は日本プロレスリングコミッションが認定する NWA ヘビー級世界選手権試合のプロを宣言する。今日の宣言するのは日本プロレスリングコミッションチームです。チャンピオンブリーファンクジュニアよりチャンピオンベルトの変換です。チャンピオンのドリーファンクジュニアからチャンピオンベルトが今変換されます。放送席にミスター元さんにもお届けしました。チャンピオンのユナイテッドナショナルチャンピオンのアントニオ猪木の持ちますベルトを変換されました。元さんが放送席におりますので、また後ほど機会を見ながらお話も伺っていきたいと思います。
ステージチャレンジャーでやります。チャンピオンのドリーファンクジュニアでやります。ドリーファンクジュニアが日本選手と NWA のタッグをかけまして試合を行いますのは通算9回目。このうち日本でのタイトルマッチはジャイアント馬場の1回、アントニオ猪木の2回に続きまして4回目。坂口はアメリカのテキサスで先ほどもご紹介しましたように4回挑戦しております。日本プロレス界の悲願達成のタイトル奪取に成功いたしますかどうか注目の世界ヘビー級のタイトルマッチであります。そうですね、まあ私としてですね一番感じることはですね、まあ最大のなんて言いますか、坂口君がですねチャンスを得たということですね。これはもう死力を尽くしてですね最後までね挑戦者として立派な試合をやってもらいたいと、そういうことですね。そうですね、はい、一歩も引かずに攻めて攻めて攻めまくって挑戦者らしい試合を展開してもらいたいものであります。正々堂々とね正面からかかってもらいたいと思いますね。さあこの1万円の大観衆、そしてまたご覧の全国のファンの皆さんの期待を一身に受けました坂口、どういう挑戦ぶりを見せますか。ドリーファンクジュニアは来日の2週間前にフロリダでジェリーブレストの挑戦を受けておりまして、これを退けてタイトル防衛を果たしております。なんと言いましてもすでにもう200回以上タイトル防衛に成功しております。チャンピオンのドリーファンクジュニアに対して坂口の攻撃です。坂口がまず序盤戦開始早々はヘッドロック、遠藤さん、とにかくですね、はい、これまで挑戦して、敗れたのは1回、引き分けが2回ですからね、なんとか少しやれるんではないかという自信もあるでしょうしね。そうですね、とにかく焦らずにですね、はい、ジュニアのですね、技についていくということはですね、はい、ポイント取れるその、まあ、勝ち目があるということも言えると思いますね。ただその、片やそのジュニアはですね、相当のテクニックも持ってるし、強力なるその技も持ってますからね、ええ、そこをその、なんていうんですか、坂口選手がついていくことができなくなった場合は、これはですね、あるいは一方的な試合になるかもしれないですね。まあしかし、まあ、若さとですね、やはり日本プロレスを背負って立つね、坂口選手としては、どんなことあっても、これはもうね、ぶつからなくてならないと思うんですね。はい、チャンピオンのドリーファンクジュニアのセコンド役には弟のテリーファンク、そしてジェック・マードックがついております。日本陣営にありましては坂口のセコンド役はグレート・ホジカ、そして大木金太郎、ミス・ヒライ、星野勘太郎という顔が見えます。肘を使います。おっとスープレックスに行った。チャンピオンのスープレックスから必死に逃れる坂口、腰を落とします。うまく逃げましたですね。逃げました。あ、うまく逃げた。ドリーファンクジュニアの表情に締まった、締まったというのが表情がちょっと伺えました。試合は開始早々から盛り上がっておりまして目を離すことができません。さあチャンピオンがどういうふうに攻めますか。サイドのヘッドロック、しかしチャンピオンすっくりと立ち上がります。元さん、はい、今度はですね立ち会人という大変な役どころもあるんですがね、今はですねその立ち会人を今ちょっと忘れていただいてタイトルマッチの方に話を持っていきたいんですがね、元さんは坂口がドリーファンクジュニアに挑戦した試合というのはご覧になりましたですか、はい、アメリカで。その時はどうでした、坂口は。あの時は僕は足でお腹かけてね、はい、話ばかり聞きましたよ。聞いても坂口さんはもう見た目たくさんありましたみたいですね。まだエクスペリエンスないんだ。エクスペリエンスは
経験がね、経験ね、はい、まだあれ、まだ浅いと、浅いとね、そうですね、まあ今から、はい、チャンスは多々ありますね、はい、うん、まあ、そのチャンスがですね、そのチャンス、今日は大阪で、大阪で今のチャンスは、はい、あるということですね。これは元さんがですね、日本語もたどたどしい日本語になりました。英語を交えながらで結構ですから、助けの遠藤さんもいらっしゃいますから、どうぞ元さん、遠藤が英語を交えながらどうぞ。さあ、強引にチャンピオンが本体制に持っていきます。セコンドにあります、テリー、そしてマードック盛んに下から声を張り上げます。上からの波乗り、力が入ります。坂口が苦しそう。ね、坂口がね、はい、これだけそのね、顔色一つ変えずにですよね、ただその闘志むき出しで頑張ってるということはね、これはもう最近にないそのね、ファイターぶりですね。さあ、立ち上がった。5分経過しております。タイトルマッチ、思い切って力を入れます。坂口、力比べだ。もっと、構成に変わりました。元さん、一番初めにね、坂口を見た時と今の坂口とは全然違いますでしょ。違いますね。まあ、そんなでも待ち遠しい、坂口さんも柔道の手も出し、はい、ね、今晩はチャンス、そうで、今晩のチャンスね、もっともっと持っている柔道のテクニックを出した方がいい。いい。そうですか。本当に今今晩のチャンスで、はい、柔道もたくさん出しても、もう、そうですか。元さんから説明して、もっと柔道殺法が出てもいいんではないかというお話がありました。しかし今のですね、はい、元さんの話の中にね、出てきた柔道ですね、はい、これはもちろんのことですけれどもね、今のその攻撃からですね、の変わり身ですね、やはり坂口君相当今日体をですよね、リラックスしてやってるところでは言いますね、はい、どうこれ引きます。阪神アタック、さあ待っている坂口、ヘッドロック、ヘッドロックに捉えました。遠藤さん、はい、スタミナと体力という点を取りましたらですね、はい、さあ、これはどっちもどっちもね、なかなかこうつけたいと思うんですが、どうでしょうね。体力はね、はい、それは坂口選手坂口ですか、ありますよね、はい、スタミナはね、スタミナの配分がですね、体力をどのようにそのね、維持していくかということはですね、はい、その辺の難しさですね。今のところですね、そうですね、今なんか今本さんも言ってるんですね、ここが経験ですね、今の本さんが言うことは、あれがもう一つのそのね、ワンジャンプしたそのね、攻め方、あるいは逃げ方をすればですね、今のカニバサミはそのね、かからなかったということですね。さて、これで体をグラッと後ろに反らすか。ああ、ロープを使ってますね。ロープを使ってですね、あるいは彼はよくですね、自分の体の部分でポジションを作るためにですね、一部やってみるわけですね。それはもう生身の体ですからね、どんなことできるか分からんからね。さあ、これは足と足の攻撃ですが、坂口を外したダブルレッグロック。坂口の力いっぱいのダブルレッグロック。元さん、今のどうですか。エグに入ってたね、チャンピオンのですね、足への攻撃はチャレンジャーは注意しなくてはいけませんね。注意はできないね。さて遠藤さん、先ほどの話の続きちょっとしますがね、はい、技あるいは駆け引きの点ではですね、はい、やはりチャンピオンが1枚も2枚も上だということはもう否めないと思うんですよね。あ、そう、それはそうです。もう世界チャンピオンですからね、はい、これはもう全くその通りなんです。しかしね、若さとですね、これだけの慣習をね、バックにしたですね、はい、坂口君のホワイトでですね、ある程度のそのね、テクニックとかね、ある程度のその、彼のその、なんて言いますか、ホワイトを
不戦後ということはできるんじゃないかと、こういうことは私は思えるんですよね。さて難しい質問をしますがね、はい、坂口に勝機があるとすれば、はい、一体どこに勝機がありますかね。そうですね、うまい、そうだ、今のはいい、今のはいい、今はいい、声が出ました。あれが咲いてるからね、はい、フラウラは本当にね、勝機ということはね、勝てる自信は十分ありますね。今現在の試合、進行 方向としてはですね、はい、ただここでですね、先ほどの話に戻りますけれども、スタミナの配分もですね、はいはい、体力はあるんですから、スタミナの配分をどういうふうに使うかと、使い分けするかというのはですね、これは勝敗にですね、はい、大いに影響するんじゃないか、こう思いますね。さてチャンピオンのドリーファンクジュリアは、このシリーズで、恐怖のスピニングトーンホールドはまだ見せておりません。このシリーズ今までの試合の経過といたしまして、おっと両足を取ります。ホールにそのままホールに行った、両足をしっかり押さえています。そのまま足をステップオーバーいたしまして逆襟を狙うか、懸命に逃れている坂口、今度は逆に持っていきます。左右に揺さぶりかけてですね、はい、あれでもステップされたならばですね、これはちょっと坂口話しましたね。坂口の足が強かった、強かったですね。それとですね、今の話というのはね、はい、何も弱いという意味じゃないですね。今から試合を続行していくにはですね、自分で無駄な力を出したくないと、こういうように見ていいんじゃないかと思いますね。なるほどね、さて先ほどの話の続きになりますが、はい、このシリーズではエルボードの、とにかくエルボーの使い方が良かったですね。そうですね、思い切って返します。相手のスタミナを徐々に徐々に肘打ちで、あるいはエルボースマッシュ、エルボードロップ、こういった技で消耗させまして、バックドロップ、ブレンバスター、スープレックスという大技を使って相手を KO しております。今シリーズのチャンピオンであります。今現在、まあ、瞬きのようにして攻められていますけれどもね、はい、もう勝負は互角ですよ。そうですか、ちっともそのね、引きを取っていないです。でまたその技の順序がね、はい、自分の鍵的順序がきちっと決めてるだけね、うん、私は坂口は頭が咲いてると思いますね、今日はね。そうですか、はい、咲いております。この坂口、足を両方とも ロックしております。完全にロックしております。今エグにかかっておりますよ。かかってますね。さあこのまま、このまま持ち上がった。チャンピオンが苦しい。そうなりますと、チャンピオンが苦しい。ほら苦しいですね。今まで今日の試合中でね、一番苦しい技にかかりましたんですね。坂口とようやくここでチャンピオンを加えることができるかどうか。相当苦しい、相当苦しい、相当苦しいチャンピオンであります。力が入ります。坂口、挑戦者の坂口、力いっぱい、ようやくの加えます。苦しいですよ。やつら必死に右の手を伸ばしたいチャンピオン。さあ、勝ったままだ。セカンド役、じーっとリングの中を見つめます。チャンピオン必死に下からの平手打ち。しかし坂口カバー、それが足を伸ばします。逃げましたね、逃げましたね。やっぱりチャンピオンも必死だったですね。しかし足はどうですか、今の攻撃で。やはり相当ですね、ダメージがありますね。まあ、やはり、あります、足を気にしております。左の膝、相当痛そうであります。この痛い膝に、自分で平手を打ちを食らわせます。おそらく、この足が離れるでありましょう。坂口のラッシュ、入ったのようなシューメン、坂口のラッシュであります。なんとしても一本を先行したい坂口。足をロープに絡みつかせて、選手蹴り上げます。元さん、いいでしょう。いいですね。セコンドの弟の手にマーダックといいまして痛みました。ふくらはぎからジャータック2人がかりで持っております。相当チャンピオンが苦しくなりました。まあ、これはもうね、リングに上がったらどん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 足を攻めることですね。攻めるところはね、そうですね。さあ坂口、ここでポーズを浮かずにもっともっといってほしい坂口です。リングの中央で待ちます。4回挑戦いたしまして成功いたしませんでした坂口。坂口のコブラツイスト、しかしコブラツイストに、を逃れる、チャンピオンは非常にスピードがあります。
だ大丈夫だ、話して左の足が最後まで離さずにね、右の足で思い切って外したいチャンピオンのドリファンジュニア。右は拳が握られておりまして、あるいは下からパンチを放って逃れようかというチャンピオン。元さん、はい、坂口は本当に成長しましたね。はい、どうも。今度はチャンピオンが思い切って足を交差させます。右を仕上げます。1本目取りたい。15分経過しております。エルダブリエル、どうまた足を狙った。惜しかった。足を狙いたい、絶対的に足を狙いたい坂口。元さんはですね、はい、もう前ここでですね、それいけとですね、まあそれはそうですね、まあいやもう本当にもう試合経験も豊富だしね、はい、またチャンピオンに対するその攻め方ですね、チャレンジャーとしてのやはり心意気なんていうことはもうね、一番作戦のことも読めますからね。今度はチャンピオン完全に出ました。あ、切れたらしいね、チャンピオンの口かなんか、もうなんかフライングして後頭部に、あ、一度切れましたね。シングルアタリが切れました。エルボードロップ、チャンピオンのエルボードロップ、チャンピオンの力は極めております。もう逃げないでまともにいかないとダメですよ。挑戦者を起こす、反撃を起こした、ハンマーに決めてオフにした、シンシック。さあ、チャンピオンは今度は有利か。エルボードロップ、さあ坂口が
先行した。しかしね、はい、今その坂口君のですよね、はい、このタイムの間の状況を見てますとですよね、やはり勝ったというそのね、心境は全然ないですね。そうですよね。逆に言ったらですね、青ざめてきたような感じですね、顔がね。それだけやっぱりエキサイトしてるんですよね。坂口燃えます。坂口燃える。さあ、決勝のあと1本を取ることができるかどうか。まず1本を先行した坂口。ここでチャンピオンのドリーファンクジュニアも、おそらく慎重に行きますでありましょう。なんとかして自分のチャンスを捕まえるでありましょう。しかし、カバーズ、坂口のラッシュが続きます。坂口は何としてももう1本欲しい。さあ、坂口のラッシュが続く。2本目。下からパンチ。チャンピオンはどうしてもですね、1本取り返さなかったら勝つチャンスがないんですからね。ああ、ニードロップだ。坂口立ち上がらなくてはいけません。坂口をリングの下に叩きつけました。チャンピオンのドリーファンクジュニア、ジュニアも追います。本部席があります。本部席に力いっぱい叩きつけます。チャンピオンのドリーファンクジュニア、チャンピオンは上がります。坂口も追います。こういう外への攻撃を受けてはですね、深みの下ろしますね。そうですね。なんとかしても入らなくてはいけませんね。そうそうそう、入ってですね、リングをそのね、回りながら逃げないといかんですね。ああ、逃げるという言葉はね、公平かもしれないですけれどもね、やはりそれはその自分のタイミングを整えていか、整えないことにはいかんですよね。おっと、チャンピオンのスープレックスの体勢。決心逃れました。2度もスープレックスを外した挑戦者の坂口、1本を先行しております。このままではいかん、なんとかしなくてはいかんという表情のチャンピオンのドリーファンクジュニア。ちょっと焦りがありますね。さあ、ペースの配分、先ほど遠藤さんからお話してましたが、試合の駆け引き、あるいは深みのどういうふうに配分するか、この辺が、この辺で、試合がどういうふうに展開するか。両足を取ります。坂口だ。さあ、返す。もう一息。それ。それはオーバーか。力が入る。力が入った。日本止めるか。それは、力が入ります。ギブアップはしないチャンピオン。ギブアップはできない立場のチャンピオンであります。力が入る。よし。返して抑えた。決心フォールを狙いました。ギブアップを狙った坂口であります。しかし坂口の攻撃は続く。よくやりましたね。一番上の大観衆がもうどういう声を出すのかわからないくらい、本当にそうです。体育館の天井も破れようと相当ゴーゴーとしております。チャンピオンもこの辺りで間合いを置いて、あるいは頭の中ではどういうふうに持っていこうか、どういうふうにいこうかと頭の中で考えているでありましょう。それがね、チャンピオンが冷静感に戻った場合のチャンピオンです。さあ、坂口ボディースラッシュ、はい、スリー、フォー、抑えて、スリー、もう一つ、ロープに振る、スリー、狙っておったのかもしれないですね。そうですね、うん、試合は1対1の3位になりました。相当ですね、
あのチャンピオンもですね、頭打ってますからね、相当のダメージですよ。今週の NEC ワールドプロレスリングは NWA 世界ヘビー級タイトルマッチを大阪府立体育館からお送りしております。チャンピオンが1本を返しましたが、しかしチャンピオン挑戦者ともにまだまだ相当ダメージが残っております。セコンドにおります吉村道明、グレート小鹿、そういったあたりがもうちょっと待て、もうちょっと待てと言ってるんでしょうね。ですね、レフリーにですね、はい、もうちょっと待て、待てということですね。まあ待てということじゃなくてですよね、レフリーにですね、はい、まあタイムを要求してるんですね、まだね。あと2分でいいから、2分でいいから、まあ、最初のマッチになりますから、ベストコンディションで試合を行ってもらいたいですからね。そう、だから今一生懸命ですね、はい、吉村君がその、ね、後頭部を抑えてですよね、はい、まあ、意識の回復というよりもですね、まあ、結局その安定したその、ね、考え方、冷静感を戻すためには懸命なんですね。チャンピオンのドリーファンクジュニアの方も相当ダメージがありまして足がふらついております。このまま試合を続行いたしましても相当両チャンピオン、それから挑戦者ともにダメージがあります。セカンド役に中に入りました吉村道明の背後から襲いかかろうとしています。チャンピオンテリーファンクがコーナーから大きな声を張り上げております。ゴング鳴りました。決勝の3本目をゴングが鳴っております。これだけのスタミナがまだあるチャンピオン、ホールだ、カウントワンだ、まだまだ大丈夫、大丈夫な、チャンピオンもエンジンがかかる。フライングしてまた後頭部へ、また抑えるチャンピオンだ、カウントワンで腹を抜ける、よっと、両方いかなかった、いかない、潰れた、さあ離れて、もう一回行きたいですね。試合はもう一進一退、瞬間的に攻撃と攻撃が入れ替わります。後ろに回るジュニアのドロップ、トクラという人でまた行きました。しかし一人一回投げました。それを抑えます。完全なスープレックスではありませんでした。技と技の応酬になりました。決勝の3本目、スタミナとスタミナ、体力の体力と体力をぶつけ合う柔道サッポー、誰か高野さん、どんどん行け、抑える、受けているところからまたすぐ攻撃に出るんですね。しかし危ない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 、今度はスープレックスが決まった、コーラ対象を抑える、残念、坂口のタイトルダッシュなりませんでした。残念ですね、スープレックスが決まりました。チャンピオンのスープレックスが決まった。あれ先までですね、攻撃しておりながらですね、元さんありがとうございました。いや本当に残念ですね。しかしよくやりましたね。よくやりました。挑戦者として全く申し分のないファイトを展開してくれました。もう
万有用のですね、はい、観衆に対してこれだけのですね大試合を演じてくれたということはですね、本当にもうね、我々ファンとしてもですね、これはもう大いにね、坂口を称していいと思いますね。坂口、若西、村内としてはですね、来年度のまたまたの飛躍を期待したい、そういった試合をこれ伺わせてくれましたね。そうです、本当にね、これはもうチャンピオンもね、まあチャンピオンとですね、今支え合っておりますが、から確かにね、はい、これだけその坂口がですよね、はい、挑戦してくるとはですね、チャンピオンも予想つかなかったんじゃないですか。タイトルマッチを終わりまして、挑戦者を称え、またチャンピオンも、ツアーチャンピオン、坂口の表情からそれが伺えます。拍手に応えました、チャレンジャーであります、ゆっくりとお客さんに挨拶を行いました。今週の NET ワールドプレゼンには、ゲストにミスター元さん、解説遠藤浩二さんで、お送りしてまいります。遠藤さん、ありがとうございました。皆さん、さよなら。大阪府立体育館、体育館から NWA タイトルマッチをお送りしました。実況担当吉岡でお伝えしました。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。